かわいい。猫ちゃん。それだとテンション上がった本読める。表紙から入ると。かわいすぎ。やばい。これ読むね。これ読みますよね。ちょっと動画回ってから。本当にかわいい。あ、いいですよ。回しました。あの、いつもお世話になってるディレクターさんから誕生日プレゼントをもらいました。これはあのブックカバーで、私いつも本を読むと言って読まないんですけど、あのこれはもう強制的に読めっていうね暗示でもあるんで、あのこれね読ませてもらいます。あとあのしおり、しおりももらっていただいて、音符が入ってしないかもしれない約束ですよ。うん、できない約束。する気ないよ。もう読む気ないや。いやありますよ。これだってここまでしてもらって読まないって最低ですもんね。分かったね。いやこれをもう飛行機とかで、あの最近本読むんで私。読んだって聞いたことない。これを挟んで、こう読んで。しかもこういう風に読んでたら可愛い子の子でなりますよね。え何の間ですか。はい、カット。これ終わるやろう、食べて。自分で終わらせた。どうやったら朝早く起きるんですか。いや、本当にちょっと聞いてもらっていいですか、最近の私。いやいや、私、あの何が欲しいって言われたから、絶対に起きれる目覚ましが欲しいって言ったんですよ。そしたらめっちゃ音、もう多分サイレンみたいな音が鳴るんですよ。ウィーンみたいな、朝から。それで起きれるんです、本当に。耳元にやって。で、2個いただいたから、多分寝返りどっちでも打っていいように、ダブルから攻撃してるんですよね、2点。そう、それ。それでも多分1ヶ月ぐらいさ、鳴れそうな気がする。そうなんです。で、今日、起きようと思って、1回バッ、な、こうなるんですよね。でもうるさいと思って、バンって消してから、さ、起きななーと思いながら寝とって。一回でも今まで起きてますみたいなことで言ったね、今。今日はそう、うん、それでした。なんでそうやって、知ってるじゃん、私がプレッシャーに弱いこと。いや、みんなでワイワイした方が仲良くないですか。今日はですね、なんかという口癖を50回以上、50回ぐらい言っちゃった。言っちゃいました。ですよね、口癖ってね。